原田さん、今回の邸宅、重厚感があってスタイリッシュですね。はい、フラットの屋根を張り出したデザインにしてまして、水平ラインを強調しています。かっこいいです。カーポートも立派ですよね。はい、カーポートも雨に濡れずに入れるように玄関の近くに設置しました。生活動線を意識した作りだったんですか。そして素敵なテラス、テラスは段差をつけてまして、空間が広がるようにこう演出しました。ここでバーベキューとかしたら楽しいですね。はい、フェンスでこう囲うような形でしてますので、プライベートがある空間になっています。中も本当に気になります。どうぞ。お邪魔します。わー、明るい、開放感ありますね。はい、廊下の上が吹き抜けになってまして、2階からこう光を落として廊下全体は明るくなるようにしています。素敵です。そしてここに入ってすぐ化粧台があるんですね。はい、ここは玄関からリビングに行く途中で手を洗ってから入っていけるような形で生活動線を工夫しています。ここにも生活動線の工夫がありました。わー、あ、広い、おしゃれですね。今回は床材をメープルにしまして、天井のシートと合わせることで空間を明るくしています。そして、タイルとキッチンは今回黒を選びまして、それを空間のアクセントとしました。キッチンも素敵ですね。広々としてて、お料理もしやすそうです。今回はキッチンの横に広いパントリーと、その先にウォークインクローゼットを設けてますので、家事動線もしやすいように配慮しています。ここにも生活動線の工夫がありました。では最後に、今回の幸せの鍵とは。はい、家族が快適に暮らすためには、それぞれのシーンに合わせた生活動線の設計が必要になりますので、暮らしを意識した生活動線、それが今回の幸せの鍵です。幸せの動線ですね。